最後のジム、トキワシティにたどり着いたサトシと不思議だね。そこにいたのはジムリーダーのシゲルだった。四天王を倒したシゲルはチャンピオンになったかと思いきや、なんと、エリカがチャンピオンになっていた。で、お前はエリカ様に負けたと。なぜ分かったロケット団リーダーの次はチャンピオンで下克上ってレベルじゃねえもう一度この流れで脱いでくれ。グラビアでもいい。頼む。なんで底辺から頂点に達してまた急降下すんね。藤山か。今度は旋回するんか。ああ旋回するのは A じゃないかな。藤山ちゃう。花びら大回転。A じゃないか。A、えー、じゃないか。ちゃうわ。エリカさんは単品で A 花びら大回転とはプレイ時間内にお姪 入れ替わりご奉仕してくださるサービスのことであるその強さ足りやい一匹のポケモンで四天王を勝ち抜くことカゴタゴタゴタお前らいつもこんな会話してんのまぁ実質一人だしなメタやんあとそれ前回のネタやんたとえ火の中水の中草の中 檻の中下手やん。歌詞違うし。ズコー下手やん。一周回ってクソおもんない。ズコーああ、色はこういうやつ。おもんない言うてマウント取ってくるやつ。イラン上司が特にやってくるわ。自分が一番おもんないくせに。ポジションだけで生きてると大体こうなっから良い子のみんなは絶対真似しないように。めげない。あたいめげない。もう泣かないって誓ったんだから。こいつのポケモンだけにはりなりたくねえ。うん、死のうかな。で、なんでジムリーダーな席空いてたから。ですよね。じゃあバッチくれ。いや、文脈。俺たち。友達だろこの世で最も信じられない言葉なんだ。えー、ダメなのねえ、ねね、ちゃうわ。 後でやんぞ、ほらやんぞやんぞってお前そんなんじゃダメよもっとムード作ってくんないと勘違いしてる穴持てかほら脱げやりまくしていや何これ 大変だどうしました服でも盗まれましたあれ隆史生きてたんしぶといな、ここで殺すかチャンピオンロードから発情機のポケモンがいっぱい出てきた発情機何やってまたこのパターン時をしりだけじゃなく、ニビシティとマサラタウンにまで押し寄せてるなり。何なりマサラタウンってことはママがポケモンに犯される。念願の妹ができるポケモンのハーフやん。うわゴローンのハーフとか辛いなぁ。毎朝上に乗って起こしてくれるよ。ニ朝だよ、ずしんずしん言うて。半105キロ。内臓ぐちゃぐちゃ。エビでてんてんてテテテや。イワークのハーフもグロい。もうどっちの割合が多くても地� 人型の方どうしたん話聞こうかに似てるおいまだ早く行くぞ手遅れになるドラゴンタイプだったら美人になりそうリアル5類もやりたいおうえてはあ久々に走ったもん膝痛い今朝の作者や座りっぱで腰も痛いし YouTube 向いてないんかないや頑張ろうぜないや火いやお前んちうおガラスがマジでか今行くぜパマー,あー 大丈夫そうだな。お前の母ちゃん地下闘技場のトーナメント出身だろ。あの蹴りは常人には真似できないんだ。あら、サトシ帰ってくるなら言いなさいよ。ご飯これでいいちょっと硬いと思うけど。いや、お腹いっぱいだから大丈夫。そしたら大木と博士の様子見に行ってきて。あの人もう歳だからすぐ死ぬと思うの。確かに。おい。 博士埋めに来たよいや、その前に仮装しないとその前に殺すななんあれは渡るやんん見つかっちまった。悪いがこのじいさんは借りてくぜ。渡るってそういう趣味があったんかじじいが性癖とは。まあ、自由主義だしいいんじゃないちょっと引くけど、なんか勘違いされてね。いや、助けろしお前、うちのじいさんはどうするつもりだなにちょっと付き合ってもらうだけさ。付き合ってもらうだけさだってよ、ほじいにもちょっと強引な方がいいのかね年齢的にもグイグイ引っ張ってもらいたいんじゃないかねそれ介護じゃないかねああこのじじいは実験に使うんだよ実験何のだ悪いがこれ おししゃべりしてる暇はない世界がエリカ様が俺を待っている。やっぱりエリカとの仕業か。あいつを止めるぞお前たちの相手は俺だ。お前は誰次回、ポケモンリーグ支店の芝。